どうもいらっしゃいませ、プーマです。純正なら非結球断別スカウト。はい、ということで今日の動画は10連球断別スカウトが登場しましたので、この動画でもやっていこうかなと思います。まあ今日更新が来たわけですけど、事前に予告されていた通り10連の球断別スカウト登場したという感じですね。まあスプリーグが2年前からかな、始まってから恒例になってはいますけど、これはね両ガチャなのでかなり嬉しいです。各球団20連目まで引ける形で、登場は全員その球団の選手、しかも10連目は A ランク確定で、20連目は S ランク確定のガチャとなっていますと。特に純正で狙いの選手引けていないとか、頭数まだ揃っていないとかいう状況なら引きに行っちゃった方がいいんじゃないかなと思ってます。そして今日は通常追加も来ていますよと。今回は先発が登場していまして、西武ライオンズはこの人、松本航さんが登場しています。1年ぶりの S ランク登場ですね。ということで早速性能解説からやっておきましょう。まず表ステータスは9位76、制球67、スタミナ75ということで、9位型での登場となりましたね。称号星に粘りの投球1点狙いで、一応9スタ同値にすることはできます。難易度はかなり高いけど。そしてこの松本さんの登場によって、今年の西武純正スピ4400の選手としては、9位型いける選手としては10人目、スタミナ型いける選手としては6人目となりました。まだ排出されていなさそうな選手だと、ワールドスター菊池雄星さんが9スタ A 同値可能、通常で出そうなところだと隅田さんがデフォルト9スタ同値、さらにここに OB で稲尾さんとか東尾さんあたりのスタミナ型の選手が来れば8人揃えられそうな状況となります。特に西武は今年 OB で稲尾さんとか東尾さんが周期的に出そうな感じがあるので、結構スタミナ型で組む可能性は出てきたのかなと思います。そして球種はこんな感じ。まあ前々から分かっていたことではありますが、ツーシームが剥奪されました、まあ、ということで完全に西武純正リーグ専用の投手になっています。悲しい。自分は今回獲得できても2体持ち予定ですね。というか球種がほぼ高橋コーナさんみたいになってんな。そして特殊能力がこんな感じですね。高橋コーナさんみたいに超タイピンとかあればね、リアタイいけたのかなと思うんですけど、この特能だと本当にリーグ専用かなという感じです。ちなみに今日は球団別スカウト引いていくので、一応狙いの話を先にしておきますと、今日欲しいのは3人ですね。増田さん、平井さん、そして今日追加された松本さんですと。とりあえずこの3人なら誰が来てもオーダー強化できるので、引きを期待していきたいところですよと。あとは片手間でなぜかカープ純正最近作ってるんですけど、まあ、リアタイで使えそうな戸根さん、矢崎さんあたりも欲しいかなと思ってます。はい、それでは早速本編いきましょう。はい、そしたらガチャ画面やってきたので引いていきます。で今日はね、まずこれを引いていきましょうか。ダメだ、笑いが出てきた。10連球団別スカウト、広島東洋カープ、お一人様2回まで引いていきます。なんでこれを引くことになってしまったのか自分でもよく分かっていないんですけど、最近作っている広島純正オーダーがいい感じになってきてるんで、もう諦めました。はい、ということで引いていきます。よろしくお願いします。いや、なんでこれを引くことになってしまったんだ俺。今回ね、正直坂倉さんがね、S ランク追加されてたらガチで嬉しかったかなと思ってたんですけど、まあそんなに通常追加甘くはなかったかなというところですね。そうね、まあそれなりにカープ純正の選手集まってきちゃって、 A ランクもだいぶ集めてるっていうのは真面目にそうなんで、まあせっかくだったらいい引きをしていただきたいなと思うんですけど、まあどうせならリアタイで使えそうな選手が来てくれると嬉しいかなというところです。てか誰も来ねえな。はい、20連目、ここで S ランク確定。よろしく。ちなみに、僕のカップ純正オーダーなんですけど、野手は S ランクもう揃っててですね、本当にあと投手揃えるだけなんですよ。あとは揃ってないわ。あと坂倉さんだけですね。キャッチャー揃えば、完成といった状況なので、まあ、まあ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 、で、まあ多分ね、やるとしたらリアタイ企画をそのうちやろうかなとは思っているんで、まあリアタイで使えそうなピッチャー来てくれると嬉しいかな、なんて思ってはいますね。まあ、そのうち余裕があったらタックリーグなんかもね、西武広島で出てもいいかなとは思ってるとこはありますけど、はい、ということで誰も来ないですね。はい、ということで20連目です。ここでカープの S ランクが1人確定です。調子くん、よろしくお願いします。もう持ってるわ。これは前座だ。ということで、ライオンズ引いていきます。カープーマなんてなかった。ということでね、こっち本命です。今日登場した松本さん中心に持ってない選手を引けていければいいのかなーなんて思ってます。まあ、ということで、10連目からやっていきましょう。よろしくお願いします。
まあ西武もね、先発今日松本さん登場したわけですけど、まあ残りとしてはエース枠ともう一人先発枠が登場するかなというところですね。高橋光成さんは確定で、あとは隅田さんか与座さんかなと見てるんですけど、まあほぼほぼ隅田さん来るんじゃねえかなとは思ってますね。まあデフォルト級スタ同士ですし、まあありがたいですよね。まあただ隅田さんに関しては侍版も来るような気がしているんで、まあ通常版は別に無理して取りに行かなくてもいいのかななんて思いますが、 A ランク嬉しいね。確定外でね A ランク来るとガチでありがたいですね。本当に全員西武の選手確定なんで、 A とか S がね確定外で来るとめちゃくちゃ嬉しいんだけど、おー小賀さん小賀さんは侍が来ると見てるんで、もうほんとありがたいですね。2パ同値案件ですし、ほんとありがたい。さあ、まあ、S ランク来たら嬉しいけど、さすがにそれは来ないかな。まあしょうがないね。まあとりあえず A ランクいいの来い。いや、 やっぱりこれ素晴らしいガチャですね。ということで20連目です。ここで S ランク確定です。ということでよろしくお願いします。あ、そういえば今回のガチャ15日までなんですけど、次の更新はね、自分は OB3 段来るんじゃないかなと思ってますね。で、一応登場選手としては既存の選手だとデニーさんとか、まあ、新規だと佐々木誠さんとか片岡康之さんあたりが OB 枠で来てくれると、まあ、嬉しいかななんて思ったりはしています。この辺の、ね、選手 OB で来てくれると本当ありがたいんだけど、 A ランクめっちゃ嬉しいし、しかも初心、今回ね A ランク初登場しましたけど、多分 S ランクねセンター枠で来る可能性高そうなんで、かなりありがたいですね。まあ突ができない選手は少しでも突をしておきたいというところで、さあ9連目までは誰も来ないと。はい、ということでラスト10連目ですね。ここで S ランク確定となります。とりあえずね持ってない選手ください、調子くん。それではよろしくお願いします。